Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は霊式で先制術師がカードを投げない、お褒めに見てあげてというテーマでお送りします。質問相談いただいてるんで読み上げます。いつも勝手にお世話になっております。質問させていただきます。現在固定で霊式を攻略中なのですが、メンバーである先制術師さんのカード回しが気になっています。近接に投げるべきものを遠隔に投げるべきものを近接に投げてしまっているようです。火力が十分でクリアできればいいんですが、ディビネーションはずれてるし、カードもめちゃくちゃで時間切れになっています。あくまでカードはおまけのようなもので、 DPS さんの火力が低いのが問題だと思うのですが、すでに DPS さんはバーストの話し合いをしてくれていて、先制術師さんは自分は関係ないといった顔をしているような感じです。回復は十分にできていると思っているので、協力できるところは協力してほしいと言ったんですが、自分も先制術師にとても詳しいわけではないので強く出れず、何かいいアドバイスがあればお願いいたします。これどっちの気持ちもめちゃくちゃわかります。自分もね、今回の天国編霊式を先制術師でなんとかクリアしたっていう感じなんですが、死ぬほど難しかったです。先制術師を経験している人たちに話を聞くと、正直今回のギミックが、先制はねだいぶきついっていう話をよく聞くので、多めに見るところはね多めに見てあげてほしいっていうのが個人的な感想です。で、今回の天国編1から4層すべてがバーストと回復と軽減が重なる場面が多く、何回も周回して慣れるまでは相当きついと思います。ただだからといってやらなくていいわけではなく、できる限りのことはした方がいいし、バーストなどにシナジーが噛み合ってなければ逆に先制術師をやるメリットがなくなります。そこがね、先制の難しいところでもあると思うのですが、見てる側だとね、頑張れとしかね言えないのも辛いところではあります。なので今回はこういった場合の対策方法と先制術師を快適に操作する方法を解説します。今回の対策方法1つ目は白魔導士に着替える。これははっきり言って先制術師が無理だから白に着替えろっていう話なんで、辛いところではあるんですが、ただこのゲームに慣れている超うまいベテランヒーラーはコンテンツに合わせてジョブを選びます。例えば今回の天国編に関しては、白魔導士がね操作しやすく HP も戻しやすいし、連打の回復が必要な場面で白のねこのベルが快適など、白に軍配が上がる内容が多いので、白に着替えてクリア率を高めるっていう人もいます。自分も全てのヒーラージョブをより使いこなせるようになればね、コンテンツに合わせて変えるでしょう。ただ今回の霊式に限っては先制術師でクリアしたっていう実績がね、自分の中で欲しかったんで先制にしましたが、霊式にヒーラーで初見でいくっていうのもあって、難しかったです。もう天国霊式4層とかでも指足らんわっていうくらいでもう泣きたくなりましたということで、自分の話はここまでしておいて、今回の話だとこの先制術師の方はもしかしたらメインジョブかもしれないし、なかなかスッと帰れないかもしれないですが、先制術師はね、自分自身が火力が出せない分カードで味方の火力を底上げするっていうことが強みなので、それができないのであれば先制のうまみがないっていうのと、火力が厳しい状況なのであれば余計に必要になってくると思うので、カードを配らずに自分で殴ることができるなら白魔導士に着替えるのもおすすめです。という明確な理由を相談すれば受け入れてもらえるかもしれません。人によってはプライドがあってなかなか受け入れられないかもしれないですが、自分はね、一つのものにより適しているものを使用して目標を達成しやすくなるのであれば、むしろおすすめだとは思います。ただ質問でもある通り、いくらカードを投げても DPS 側ができていなければ効果は薄くなるし、今回の天国編は全体的に火力チェックがね緩めなので、カードももちろんできた方がいいですが、カードでクリアできるかどうかの差よりもパーティー全体でそれぞれの火力を出すために見直す点は他にもある可能性が高いです。ここから先制術師の、おすすめ操作方法になるんですけども、2つ目、攻めてディビネーションを優先ということで、先制はカードにディビネーションと、味方を強化するシナジーが良くも悪くも多いです。数が多いってことはそれだけ操作が必要ってことですが、回復などに忙しくてどうしても手が回らないときはディビネーションだけ攻めて最優先に使います。開幕から使えば、あとはリキャストごとにさえ使用すれば大体は基本噛み合います。全体の攻撃力を 6% 強化するので、カードが単体 6% 強化なのでパーティー全員にカードをばらまくと考えれば最優先に使っておきたいという気にもなります。カードは正直言うと味方強化するのも、もちろん 6% というね強化も大きいんですが、それよりもアストロダインを使用した際の MP 回復効果を最優先にして使いたいので、いろいろ込み入った環境なのであれば MP を回復するためにカードを使うということを意識して優先的に使うのがいいでしょう。そこで慣れてきたら1分と2分のバーストに合わせてカードをそれぞれロールやジョブに適したものを投げていきます。次のテーマ、カード配りはパッド勢は辛い。先制術師はパッドとキーマウスなど
環境次第で操作感が変わるジョブだと思います。特にカードを投げるときってドロー、パーティーメンバーを選択、実行、この工程を経てカードを投げるため、例えばキーマウ勢ならカーソルで直接選択して使用できるんですが、パッド勢はそうはいかず、十字キーなどでメンバーのところまで選択して使用するっていうためめちゃくちゃ手間であると。しかも戦闘中手を止めずに攻撃や回復を行いつつ GCD の間に使用したいのであれば、約2秒の間にで使用する相手を決める、選択する、実行、これが基本の流れであると。で、2つ目のパターンはダブった場合、カードがダブった場合はリドローを押してカードを変換して、その後に使用する相手を決めて選択して実行すると。これを行わないといけないため、パッドの場合は使用したい相手まで選択を持っていくっていうのを高速で処理しないといけません。慣れてくると連打して持っていきますが、たまに連打しすぎて対象を通り過ぎてしまうってことがあり、そうなるともう一回最初からか戻るかなど余計なことを考え、余計なリソースを吐くなら、まあ、しょうがないけど遠隔の人に近接カードをあげるっていう状況は、まあ、たまに生まれることがあります。ただこの操作をもう少しね快適にするために、自分はマクロを使用してます。で、ここからは先制術師かつパッド勢にのみ使えるコミって話になりますが、自分は4式マクロを採用してます。勝手に自分が命名しました。カードを投げるのって基本 DPS なので、パーティーリストの DPS に合わせたマクロを作ります。で、マクロの内容は至ってシンプルで、パーティーリストの何番目の人にプレイを使いますよっていうマクロです。これを使うことでパーティーリストからメンバーを選択する必要がなくなり、このマクロを使うことで対象にダイレクトにカードを実行します。で、マクロにも番号を1から4振って、パーティーリストの上からね 1,2,3,4 と順番を割り当てます。これはホットバー4つ使うので2度連続押しの部分に4つセットします。ダブルクロスホットバーは何って人はね、別動画で解説してるんで概要欄にリンク貼ってるんで参考にしてください。これの難点は慣れるまでが大変ということ。マクロが4つあるんで、どれを使えば何番目の人に使うかを即判断できるように頭に叩き込んでおく必要があります。ただ慣れると瞬間的にね判断できるようになり、リストを選択しなくてもいいんで、まあ、自分はこれをなんとか駆使しています。で、マクロなんでやや噛みやすいんですが、 GCD 後半を意識するようにすれば噛みにくく、ドローを挟む以上は自然とそうなるので実は有効だったりします。あとは固定でやられているならマクロ1も固定になるんで、固定パーティーは結構楽です。で、その代わりドラの時はね、やや鳴らしていく練習は必要です。最後のテーマ、ライトスピードはバースト用。あとはカードを投げやすくするために、ライトスピードイコールバースト用と覚えておきましょう。ライトスピードはリキャストが90秒とやや早いのですが、回復の緊急用にね早く戻るっていう風になってると思うので、基本はバーストのために残します。というのも、先制術師でカードの効果を大きく発揮するためには、2分バーストでパーティー全体のシナジーや、まあ、強力なスキルが戻ってくるタイミングにできるだけ多くの人に投げることが理想です。となるとカードを無駄にしないためには、1分バーストで1枚、2分バーストで3枚カードを投げます。まあ、1枚ならまだしも3枚も投げるのであれば、ドローやリドローを考えると、まあ、回復や攻撃でね影響がある状態だと、手を止めてカードだけを配るか、バースト終わりかけぐらいにカードを配りきるっていう感じになっちゃいます。それを防ぐためにライトスピードがあり、回復も攻撃も15秒間影響なしになるんで、影響ありなら1個しかアビリティを挟めませんが、影響なしなら2個挟めるので、よりカードが配りやすくなります。まあ、どっちにしてもね、この間くっそ忙しくなる上にギミック処理や回復を重ねると頭がパニックになるレベルなんで、まあ、コンテンツに慣れるまでは徐々に合わせていくっていう流れになるはずです。はい、といった感じで、まあ、自分はね慣れないながらでもこういった工夫をして突破できたんで、多分ねこういったこともね参考になると思うんで、よかったら試してください。それでは今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。